ハンバーグですよね。ハンバーグが作りたくて、娘がなぜかあんまりお肉が好きじゃなくて、今のところハンバーグだったら食べてくれるんじゃないのかなと思って。子供が好きな定番料理じゃないですか、ハンバーグって。だからハンバーグがいいなと思ったんですけど、今日はきっとオーソドックスな一番家庭的なやつですよね。ベーシックなハンバーグを作りたいです。お願いします。まずはこれを、そうですね、パン粉に牛乳をかけて、パン粉に牛乳をかけちゃう、はい、軽く混ぜて、はい、つなぎです。お肉だけのハンバーグって結構硬くなるじゃないですか、はい、なので玉ねぎとかパン粉が入ることによって柔らかになります。へえ、そうなんだ。で、次卵ですよね。これって、はい、僕いつもこういうところでカーンってやるんですけど、はい、なんかコメントでちげえよって下にやんだよって。下でやっても、はい、下の方がいいんですか。平行にこう水平に当たるので。へー、で混ぜるんですよね。大体でいいですかね。うん、後でお肉に混ぜるときに混ざりやすいようにここでは溶いてます。みじん切りです。みじん切りね、なんかやり方きっとあるんでしょうね。切れ目を入れてみたいな。合ってるかな。合ってます。え、合ってる。合ってます。すごい。で、なんかこうやんのかな。あ、ちょっともう分かんないかも。はい、もういっちゃう。ちょっと待ってね。細かめにしましょう。細かめに。これ細かいのかな。細かくは、いや、細かくないです。あ、細かくなってないですか。細かい方がお肉とよく混ざるので。そうですよね、うん、バターを、さっき切った玉ねぎを入れます。できれば包丁の背を使って入れるといいです。なんでこっちじゃダメなんですか。刃が傷みやすいので。あー、確かに。よくガーってみんなやるんですけど。確かに引っかかってるよ、俺いつも。そうですよね。あ、なるほどね、こっちの方がいい。はい、包丁のためを思えば。じゃあこれはちょっとあれですかね、しなっとするぐらいですか。玉ねぎが入ると甘くなるので。うん、そうですよね、うん、玉ねぎ大事ですよね。まあ、だいぶしなっとはしてきましたけど、もうちょいですかね。ツヤ感出てます。まあでも出てますね。じゃあ大丈夫です。火止めてください。で、このまま少し置いて粗熱を取ります。じゃあ牛肉がどっちだ、はい、赤い方ですね。こっちが牛肉、はい、こっちが豚肉、はい、これ何対何ぐらいの割合ですか。2対1。市販の合挽きってお店によるんですけど、5対5とか6対4とかで売られていることがあるので、もしこだわりたい方は自分で調整するんだ。そうなんですよ。 OK です。じゃあこれを一回ボウルに、牛肉と豚肉で、塩かな。これは胡椒ですか。胡椒ですね。白の胡椒です。白胡椒、はい、白胡椒で、あ、出た、ナツメグラ。じゃあこれを混ぜていくんですね。はい、混ぜます。こういう混ぜ方ってあります。なんかぐっちゃって僕しちゃっていい。でもそれでいいですよ。あまりただずっと触っていて、うん、手の熱が移る方があまり良くない。肉がどんどん温まってしまうので。なるほど、 OK、はい、じゃあちょっとこんな感じですかね。はい、パン粉、これミルクがね、しっとりしましたよね。本当だ。おー、すごいですね、うん、で、卵も入れちゃう、はい、卵も。玉ねぎはまだ、玉ねぎも入れていただいて大丈夫です。玉ねぎ登場。
さあ混ぜる。これはどんくらいが目安になります？しっかり混ざって粘り気が、糸が引くような粘り気がお肉に出てくれば大丈夫です、うん、糸が引くような粘り気ですね、うん、いい感じ、だいぶいい感じな、うん、よし、こんな感じかな。形を何個分かな、これなんか空気抜くとかコロッケの時言ってませんでした？そうです、空気これも抜いた方がいいですよね。そうです、なんかこんな感じですか？うん、そんな感じで、でも優しく、あ、優しく、はい。もうなんか可愛いんじゃないですか。よし、はい、じゃあこれできたから中火にかける。はい、オリーブオイル。この油は肉の油を引き出しやすくするために使います。じゃあ入れていきます。あ、崩れちゃう。わ、結構むずい。手でやろうかな、うん、手もむずいな。迷うな。よし、で、よくありますよね、これ真ん中に。そうです、そうです。これなんでやるんでしたっけ？何の効果があるんでしたっけ？これあまり厚みがありすぎると火の通りが悪くなるのと、うん、あと焼いていると真ん中が盛り上がってくるんですよ。なるほど、はい、なので、じゃあ先に潰しとくんですね。軽く、はい、軽くでいいです。あ、やりすぎてた、うん、じゃあこのままここで3分ぐらい焼きましょう。3分、はい。すごい肉汁が出てきた。そうなんですよ。牛肉が2で豚肉1じゃないですか、うん、はいはい、その中でも赤身と脂が、うん、そうですね、なんか多いとか分かれてるんですよね、うん、きっと、うん、それもあります。なのでヘルシーに仕上げたければ赤身の肉をなるべく、うんうん、豚が多くなればなるほど、うんうん、なんていうの、柔らかくなって、もっとより大きくなっていく。牛が多いと少しレストラン風になっていく。なるほど、うん、時折少しフライパンを動かしながら油を回していくといいですよ、周りに。時折動かしながら、そう、ハンバーグの周りが白くなってきたら返します。それがサインなんですね。そうです、そろそろ返しましょうか。はい、よし、じゃあ返します。はい あ、でもいい、このくにゃくにゃ、うん、熱っ蓋をして中から弱火に落としてください。弱火に、はい、中から弱火。じゃあまず火消して、じゃあここで火が通ってるか確認しますね。竹串を肉の表面に刺して、はい、でちょっとそのハンバーグを竹串で押してみてください。肉汁が透明だったら火が通っている、うん、もし濁ってるものとかちょっと赤みのあるような液体が出てきたらもうちょっと加熱するっていうサインです、うん、よし、でも大丈夫ですね、はい、はい、そしたら一度ソースを作るのでハンバーグを取り出しましょう。じゃあソース作りですかね、先生。はい、
ソースを作ります。はい、このなんか残った油使う感じですか、うん、使っていくんですけど、油の量が気になればここで取り除いてください。除いて、じゃあちょっと取ります。はい、はい、こんなもんですかね、はい、よし、じゃあこれを使ってソースですね。はい、じゃあまずそこに材料を入れちゃいましょう。もう全部入れちゃいますね、はい、じゃあ、はい、天才糖と牛乳です。牛乳、これは火とかかけなくていいんですか？まず最初軽く混ぜてから、でここでフライパンにこうついてる旨味とかをこそげ取るようにして。フライパンに旨味がついてるんですね。そう、お肉の美味しさが残ってますから。そしたらじゃあ火にかけましょう。時々混ぜながら半分ぐらいの量に煮詰まるまで、はい、牛乳が入るんですね。ケチャップの酸味を牛乳でまろやかにします。うんうん、醤油入れる人もいますよ。そうですね、うん、あと大人だけが食べるんだったら赤ワインここに足して一緒に詰めていけば、もういろんなソースができますから。もうお好みでって感じですね。これはマヨネーズとか入れる人もいません？そうですね、いますね。マヨネーズは最初にひき肉を練ったじゃないですか、はい、あそこに入れてあげる。赤身のお肉使う時とか、うん、そういう時に入れるとリッチな味わいになります。なるほど、だいぶとろみついてきた。あ、でもこれですよね。このぐらいにしましょうか、はい、